今回は Apple Music の音質を上げる方法についてご紹介します。Apple の定格性音楽配信サービスである Apple Music は、月額制で7500万曲以上が聴き放題になるサービスです。そんな Apple Music なのですが、Apple Music の音質が良くない、Apple Music の音質を上げられないのと気になっている方もいると思います。 というのも、Apple Music は初期設定の状態では AAC256kbps の圧縮音源が選択されているため、あまり音が良くありません。実は Apple Music は2021年6月より音質が劣化しないロスレスオーディオに対応しました。そのため、ロスレスオーディオを有効にすることで Apple Music の音質を上げることができます。そんなわけで今回は、 アップルミュージックの音質を上げる方法について見ていきましょう。では実際にアップルミュージックの音質を上げる方法について見ていきます。アップルミュージックの音質を上げるためには設定からロスレスオーディオを有効にするだけです。Apple Music のロスレスには追加料金は一切かからないので Apple Music を使っている全てのユーザーにおすすめの機能です。 アップルミュージックのロスレスに対応するのは iOS 14.6以降 iPadOS 14.6以降 MacOS 11.4以降 TBOS 14.6以降となるのでまずはお使いのデバイスを最新の状態にアップデートしておきましょう Apple Music のロスレスでは最大 24bit 48kHz まで対応しさらに DAC をお持ちの方は最大 24bit 192kHz までの ハイレゾロスレスも利用できます。このように Apple Music はロスレスを有効にすることで音質が上がります。続いては Apple Music のロスレスを有効にする方法について見ていきます。まずはお使いの iPhone、iPad から設定を開いて Music の項目を選択します。Music を開いたらオーディオの品質を選択します。オーディオの品質を開いたらロスレスオーディオをオンにしましょう。 ロスレスオーディオをオンにしたら、次はモバイル通信ストリーミングを選択します。モバイル通信ストリーミングでは、4G、5G に接続した際にどの音質で再生するかを選択できます。モバイル通信ストリーミングでは、いわゆるギガが減ることを最小限に抑えるために、高効率を選択することがおすすめです。 もしもデータ使い放題の無制限プランに入っている場合はロスレスやダックをお持ちの方はハイレゾロスレスを選択しましょう。音質の選択が終わったら左上の戻るを押して前の画面に戻ります。続いては Wi-Fi ストリーミングを選択します。Wi-Fi ストリーミングでは Wi-Fi 接続時にどの音質で再生するかを選択します。Wi-Fi ストリーミングではいわゆるギガが減ることは気にしなくていいので ロスレスまたはダックをお使いの方はハイレゾロスレスを選択しましょう。音質の選択が終わったら左上の戻るを押して前の画面に戻ります。続いてはダウンロードを選択します。ダウンロードでは楽曲をダウンロードする際にどの音質でダウンロードするかを選択します。ダウンロードではいわゆるギガが減ることは気にしなくていいのでロスレスまたはダックをお使いの場合はハイレゾロスレスを選択しましょう。 もちろん、4G、5G 接続時に楽曲のダウンロードを行うと、ギガが減ることになるので、設定、ミュージックのモバイル通信経由でダウンロードをオフにしておくことがおすすめです。音質の選択が終わったら、これで Apple Music のロスレスを有効にする作業が完了します。Apple Music のロスレスを有効にしたら、次は実際に Apple Music で楽曲を再生してみましょう。楽曲を再生した際に、 ロスレスと表記されていれば、音質の劣化のない状態で再生されています。もしもダウンロード済みの曲がロスレスの表記にならない場合は、楽曲の再ダウンロードを行いましょう。ダウンロード済みの楽曲を削除するには、設定、ミュージック、ダウンロード済みを開いて、すべての曲を項目を左へスワイプして、削除を選択しましょう。あとは、楽曲を再ダウンロードすれば、ロスレスの表記になるはずです。 以上が Apple Music の音質を上げる方法になります。今回は Apple Music の音質を上げる方法についてご紹介しました。このように Apple Music ではロスレスを有効にすることで音質を上げることができます。Apple Music のロスレスを利用する方法は設定からオンに切り替えるだけでいいので追加料金などは必要ありません。Apple Music のロスレスは 24bit 48kHz までに対応していて さらに、ダックをお持ちの方は 24bit192kHz までのハイレゾロスレスも利用できます。皆さんも Apple Music のロスレスを有効にして劣化のない音楽の視聴を楽しんでみてはいかがでしょうか